じゃーん、あ、かわいい、やりましたね、やりましたね。こんなに普段買わないよ。こんにちは、今日はおすぎちゃんとお買い物に来ました。メガネを買いに行った動画もうこの間撮ったんですけど、お洋服も実際にどんな感じで普段お買い物しているのかを撮っていきたいと思うんですが、青山ですね、はい、青山にある H さん、 H ビューティーユース、ビューティーユースセレクトショップ、本当によく来ますよね、はい、我々ちょっと今日カメラ回したりしてもらっちゃいながら見ていきたいと思います。久々だな、ほらかわいい、はい、最近ね、前回そう、スタイルブックの時に、はい、白いスウェットか、うん、のとこのブランドですね、オムガールズ、ほんとかわいい、このだってスウェットとかもすごい素材が気持ちいい、気持ちいいよね、普通にデニムとかに、このダウンめっちゃかわいい、かわいい、どこのブランドなんだろう、いい、いやでもね、ダウンは本当にダメ、わかりすぎるよね。ここお気に入りゾーン、ここお気に入りゾーン、どんなブランドで集積してます、うん、ちょっと本気になってきて、だんだん無謀になってるけど大丈夫ですか、喋んなきゃいけないね。かわいい、これいいね、ショート丈、超気持ちいい、これ、こういうレイヤードのスタイルもかわいいですね。でやっぱり結局サーマル目がいくってやつ、サーマル持ちすぎなんで、でもいい感じじゃないかな、え、これすごいかわいい、長い感じ、後で着てみちゃう、でも、うん、着よう、これは着よう、うん、あ、緑もいいじゃん、一番好きな色だった、ね、こういうの可愛いね、可愛い、こういう着こなし可愛いですね、うん、なんかショート丈いいね、うん、これ可愛い、あ、それも可愛いね、甘いな、でも春ラインしては、まあ、Tシャツとかね、このベスト可愛いね、サーマルとかでも、うん、可愛い、試してみる後で、うん、色違いがあります、好きな形がさあると色違いでいつも悩むよね、そうな、結局そして私も買っちゃうと両方取った、秋冬はなんかトレンドは何なんですか、でも今年本当緑が多いですね、緑のアイテム、いいねいいね、こっちがほら、ぷーかちゃん、げー、かわいい、もうなんかこういうのばっかり着てるんだよ、こういうのもね、ね、いいよね、エコレザー、そうそうそう、増えてますよ、ね、うん、やっぱ春菜ちゃんもこうアムちゃんがいるからね、フェイクファー、うん、エコファーとかね、エコレザーにしてるもんね、ちょっとワイドのレザーどうですか、素晴らしい、可愛いと思う、あ、それこそサーマルにも合うんじゃない、ね、これも着ましょう、着ましょう、好きだけどね、ね、それも可愛いけど、こう下がレースに透けてね、着るだけ着てみましょうよ、着ましょう、着ましょう、あら、あら、それいいんじゃない、みどりちゃん、着ましょう、着ましょう、ほんとね、こんな感じがいつも、この T シャツもかわいい、あ、それかわいいね、ノラ入ってます、ノラ入ってるね、平野ノラ入ってますちょっと着てみてよ、これも着ましょう、着ましょう、リダンです、あら、これはいいんじゃない、先生お願いします、お願いしましょう、結構はーちゃんの服選び素材の気持ちよさが多い、大事だよね、うん、この色もいいね、すごいよ、お、行きましょう、こっちがちょっと下着とかも、ね、そう、ルームウェア系と下着とコンセプト、部屋着って何着てるの、パジャマ、パジャマ、部屋着と別、どんな感じ、部屋着は、部屋着はでも柔らかいスウェット系と、うん、ふわふわ系もあるし、で寝るときはもうパジャマ、パジャマシャツに、いわゆるシャツの、シャツのパジャマです、
はるなちゃんは？はるなちゃんはあの昔さ、うん、いちかみさんが作ってくれた女の子の T シャツ、あああったね、結構デカめなサイズで多分 L とか XL でもらう黒のやつ、それ1枚です寝るとき薄着だよね、寝るとき薄着だって冬でもタンクトップ着て、ちゃんとあったかいの着て、よしよし、いざフィッティング行ってきます、フィッティングタイム、あーちゃん普段から着替え早いよね、早いです、切羽詰まるんです、なんなら控え室に入りながらこうボタン外す、めっちゃ可愛い、行きますじゃあ1回目、はいお願いします、じゃーん、あ、可愛い、ね、そしてすごい気持ちいいよこれ、また可愛いですね、この丈もいいんじゃないですか、うん、短くてワイドなね、ハイウエストが多いんですごい可愛い、気持ちいい、これなんだろう、そのカシミヤ、あ、カシミヤ 100%、 あらサイズは M だけど、これでちょうど良さそうじゃない、ね、でもそれこそさ、子供っぽくしたくなかったら黒いパンツとかさ、うん、ちょっとスラックスみたいな切れ目のパンツ、これはじゃあいいですね、はい、続きまして、はい、じゃ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 ん、じゃんじゃん、あ、かわいい、かわいいね、はい、かわいい、なんかハイクでもさ、こういうのなかった、ここがなんかあるあるある、カクってなってる、そこさ、下着見えなくていいよね、確かに、もう冬なんで、これになんか羽織っても、うん、かわいいか、でもこれさ、肩がさ、ノラ、うん、になってるからさ、うん、着づらい、アウターとか、その羽織るとかオーバーなもんだったら気にならないじゃない、その肩パッドを生かしてモードっぽい上着に見えるかもしれないし、気持ちいい、お、これ間違いないやつですね、気持ちいい、これもカシミヤなのか、カシミヤですか、ね、これも、あ、カシミヤですね、でもこれ洗濯がさ、うん、不安よ、結構洗いたくないよね、どうしたらって、一回春菜こういうニットを、うん、乾燥かけちゃって、うん、こうなって悲しくて、あーちゃんそういうのよくやりますよ ね、 ね、あら、間違いないやつ、間違いないよこれ、大好きさ、ちょっと厚手の、うん、素材感、あ、じゃあ さっき のあれ着てみます、上にベスト、あ、そうですね、よいしょ、かわいい、いいんじゃない、シャツでも可愛いけど、うん、そのサーマル可愛いね、こっちの方が私っぽいかもしれない、うん、かわいい、これどうやって洗うのよ、でもネットに入れてウール 100% です、デリケートな洗剤と一緒に手洗いするといけますよ、手洗いか、そうそうそう、ちょっと甘い春菜にして、そんなことない、うん、でもそれこそパンツとかをさ、エコレザーとかにするのも可愛いじゃない、エコレザー、はい、エコレザー、はっ、ちょっと太めのエコレザー、この太めも可愛いね、可愛いね、ちょっとワイドエコレザーって初めてだな、うん、そろそろ時間が近づいてきました、やばいやばいやばい、あ、可愛い、このパンツめっちゃ気持ちいい、これ間違いないやつじゃないですか、これゴムで、そう、これいいじゃん、こういうのも絶対可愛い、そうそうそう、私もこれね、違う色買った、嘘、どこのこれ、うん、これ6、あ、このここのやつオリジナルで作る、いいよ、これね、本当優秀よ、めっちゃ楽で、最後ワンピースですね、はい、もう買わせるね、今日買わせるねスイッチ入っちゃうとダメよね、あら、かわいい、そうか、これいいじゃないですか、これ1個普通だ、うん、なんか甘くなりすぎず、うん、でも下がちょっと透けてるからね、これかわいい、いいんじゃない、これめっちゃかわいいですね、はい、こんな感じで試着を終えました、全部買います、しかも待って、最後残ってたこれが、これ間違いないですね、かわいい、
この絶妙な色味いいね。今日は買います。誰も止めてくれないからね。春は悪くないよ。さらっと入ってったね。知らないよどうなっても。よし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 、全部買ったろ全部買ったろ。やりましたね。やりましたね。こんなに普段買わないよ。おすぎちゃんが煽ってきたから、煽り運転してきたから。お願いします。これは行きますね。はい、これ可愛いかな。可愛いかな。ピーナッツも可愛い。え、このワイドレザーどう？私好きだけどね。ワイドの場合って下ぴったりの方がいいのかな。あ、上？でもさっきのシャツとかも、うん、可愛かった。うん、これはいいですか？なしで、なしで、なしで、はい。じゃあこれですよ、問題は。問題はおすぎに。そうです。託せばいいわけですね。そうですよ。私がサーマル以外にはどう？でもシャツもそうだし、かわいいよ。シャツは間違いなくかわいい。さっきの。じゃあこれいきます。やりましたね。やりました。やりすぎましたね。いや、かわいいです。久々のお買い物ですから。久々ですよ。はい、ということで、お買い物をお付き合いいただきありがとうございます。これで冬も春も越せそうです。かわいかったですね。ね、すごい。どれも似合ってますね。重宝したいと思います。では、帰ります。